けんちゃんです。りょうちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。僕たちの遊びバー、今回はですね、田中涼星恒例企画でございます。 2.5 次元紙芝居、やっちゃおう。りょうせいがいたら面白いってなったから、りょうせいが来た時しかやらないっても決めた。あ、それからやってない。モノマネ一つやってよ、助けてくれたけど。ダウジキシです。僕今日バーモンドカレーを作ろうかな。バーモンドカレーの CM を一回やってみよう。これを食べたら体が溶けてる、バーモンドカレー。それからやってない。りょうせいが企画だ。その理由は嬉しい。その理由だったら嬉しい。今回はですね、新解釈ウサギとカメでございます。うさぎとカメね。うさぎとカメぐらい大体分かる。大体分かる。内容は超シンプルだもんね。そうそう、だから入念に分かれてってことですか。だから今回はまあやっぱ両生がカメです。ああ、もう決定。はい、カメ。でかいカメ。でかいカメよ。ゆうたろうがうさぎっすね。おお、あ、もう決まってんすね。あ、じゃあ俺らが声優さんで、そう、いくみがうさぎの声っすね。おお、僕がカメの声っすね。オッケーオッケー。下手なんで気をつけてください。いや、下手じゃないよ。今のところ信頼度はね、あんまり。では新解釈ウサギとカメ始まり。さあ今日は灼熱の夏だ。暑いぞ暑いぞ。そんな中今日行われるのはレース。いやー、僕はレースなんか嫌なんだけどな。通話ロット。おいおい、そこのカメ、お前のろそうなのによく俺に喧嘩売ってくるな。俺が勝つに決まってるぜ。カメだからってバカにしないでね。僕カメだけど立つとでかいんだよ。でかでっかいけど遅かったら意味ねえんだよ。遅いと思うだろ。見てみろ俺の一歩。見せてみろ。ドーでかっ。ちょっと待ってちょっと待って。すごいだろう。遅くても一歩一歩がでかいからウィンウィンだ。クソ、これは負けるかもしれない。だがおいお前、一歩でかいけどな、俺の動きはボルトより速い。ちょっと俺ここで今反復横跳びするから、ちょっと見てみろ、俺のスピードを見てみろ。いくぜ、レッツダンシング。シュシュシュルシュシュシュルシュ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 ルシュ、レッツゴー。はい、シュシュシュルシュシュシュルシュシュシュルシュ。俺の低速反復横跳びも見ろ。さあ、まもなくレースが始まるようです。それでもカメ流のクラウチングスタート見せてやるよ。面白いんだぜ。さあ、これがカメ界トップの速さを誇るクラウチングスタートだ。ウサギのクラウチングスタートどんな感じだ。俺のクラウチングスタートはこれだ。シンプルだ。シンプルに足が速い人がやるやつだぜ。よーい。あ、ごめん、出ちゃった。フライングフライングフライング。おっちょ、お前、お前集中力大事なんだか、お前。あ、パッチン。必殺奥義、でかくなる。シンプルだな。もうさっき見たよ、それ。次そういうことしてきたら、レースの前にお前の頭、ひねり潰すぞ。うわ、なんか強気だな。位置について、よーい、スタート。フライングしてやべえ、ウサギ早えな。早い早い。余裕だって。あいつ遅っ。そうそう、飛ばして飛ばして飛ばして。さあ、場所は横向きにないレース展開となります。展開だって。あ、ちょっと、あ、ひぎ一歩のデカさ。ちょっと後ろ、ええ、でかい、でかいでかい。さあ、追いついてきたよ。寝る余裕ないんで。まだまだ走れ、まだあと5周。いや、でもこのカメを使うと3歩進んだら2歩下がんなきゃいけないからな。あ、戻った。え、もう一周遅れになるぐらい早いから、俺ちょっとゆっくり休むけど、ちょっと面白い寝方したいな。寝てみます。せーの、1,2,3。よし、このままちょっと寝よ。さあ、カメはその後も着々と進んでおりますけれども、さあ、あれ、寝てるウサギが寝てるってことはどんくらい起きないんだろうな。ちょっといたずらしちゃおう。でもそこまで一歩は遠いから、シギの大きめの一歩通過を。ああ、夢が来た。まだウサギ寝てるかな。ウサギ、こんなことされても絶対起きないだろうな。シンプルに自分のカメのお尻を顔面に近づけるの系。また下97センチで挟みます。さあ、え、あれ起きてんのかな。
いや寝てるな。うん、なんかもっとなんか面白いことしてほしい。俺の面白いことだったら起きちゃうかもな。田原俊彦亀流で。ダーブリッド。起きないな。まだまだだね。何すればいいかな。じゃあクローズゼロからの亀流で。映画クローズゼロより、山田孝之さんが演じた芹沢のセリフ。貧乏には強えぞ。いいや、レース早く終わらせよう。ゆっくり行こう、進んじゃおう。全然進まないな。起きないな。さ、最後直線だ。もう直線ゴールだ。もうちょい、もうちょい。ウサギは起きた。なぬ、やばい。嘘でしょ、あいつゴールしよう。するじゃん、急ごう、急ごう、急ごう。ヒギ、左足でブロック。あ、へへ、俺にもヒギがあるんだぜ。ヒギ、メガネ潰し。やばい、前が見えない。このメガネが落ちた。やばい。さあ、だがその右足がウサギに絡まって、ああ、足絡みで捕らえた。ウサギを捕らえた。ウサギを捕らえた。やばい、やばい。さあ、捕らえたよ。さあ、こんなもみくちゃの中、どっちがゴールするんだ。するんだ、するんだ。さあ、ゴール、どっちが、どっちが。お、あ、踏んだ、踏んだ、自分で踏むんだ。俺は絶対に勝つんだ、勝つんだ。ということで、ラストの 1m はモノマネ対決。さあ、ここで始まりましたけどもね、これナレーションの声です。あのラスト 1m はモノマネが面白い方が勝つということで、先行はカメ。カメ、何のモノマネですかね。どんなモノマネしようかな。やっぱり最近流行ってるダンディ坂野さんのモノマネしようかな。ダンディ、見てやろう。ゲッツ、俺の出番だ。さあ、ウサギはどんなことをするんだ。ウサギは何のモノマネをするかということで、ウサギは自信満々にあるある探検隊一人でやります。ドゥドゥビドゥバドゥビ、はい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 、ウォー、あるある探検隊、あるある探検隊。ウサギ、待て待て待て、あるある探検隊は二人じゃなきゃできないぜ。やってくれんの。やってやろうぜ。おやってる。それで笑い重なって二人でゴールしようぜ。ああ、やばい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 、カメ君が気絶してもうた。これはあるあるさんとこ行ってあるある探検隊言わなあかんな。せーの、ドゥドゥビドゥバドゥ、はい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 、あるある探検隊、あるある、そのままゴール、そのままあるある進みながら、あるある探検隊ゴール。カン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 。こうして二人の友情は芽生えた。おしまい。あんちゃい。よかったよかった。レースものすごいね。まあ、両生はね、いつも全力でやってくれるけど、ゆうたろうも全力でやってくれたっていうのが一番の我々。ゆうたろうの無茶ぶりをね、めちゃくちゃいっぱいやってくれた。あんなゆうたろうの姿初めて。大人になるってことですね。でもやっぱね、うさぎとカメは最後には一緒にゴールして仲良くなるという新解釈の。新解釈の、ね、新解釈。これのこれで会えてますね。時代ですね、今時代だね。うん。